ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、イラつくわー。思い出しただけでムカムカしてくるわ。あの野郎、今度会ったらただじゃおかねえぞゴルア。ああ、イライラ。ああ、イライラ。どうしたの？そんなにイライラしちゃって。あーん。大手メーカーゴルア、なんか用か？あーん。イラ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 。相当ご立腹のようね。訳を聞こうじゃないの。あいつがよう、私のお気に入りの洋服に染み付けやがったんだよ。しかも買ったその日にだぞ。絶対に許せねえんだよ。イラ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 。確かにそれは嫌ね。お友達が染みをつけちゃったってことね。バカ言ってんじゃないよ。友達のわけがねえだろがい。ああ、もうそんな奴は友達でもないと。相当怒ってるのね。仲直りはできないの？どうやって仲直りすんだよ。そんなことできるわけがねえだろ。仲直りだったらとりあえず、話し合いをしてお互いの非を認めるとかがいいんじゃない？だからどうやって話し合いすんだっての。相手は長崎ちゃんぽんだぞ。こいつ長崎ちゃんぽんにイラついてたー。今から15年前の話だ。こいつ長崎ちゃんぽん15年恨んでたー。仕返しにリンガーハット爆破してやんよ。こいつ犯罪者になる覚悟がすげー。ということで今回は、中学時代の復讐のために人生を費やした男の話よ。男ですって？今回は以前リクエストをいただいた事件の解説よ。リクエストありがとうございます。ありがとうなんだぜ。他にも取り上げてほしい事件あったらコメントしてくださいね。よろしくなんだぜ。ということで早速行くわよ。ゆっくりしていってね。事件概要。この事件が起こった時期は、今からおよそ30年前に時代を遡るわよ。タイムストリップってやつだな。30年前ってどんな時代だ？ピンとこないな。そうね。30年前は今の時代とはいろいろ違うことがあるわよ。30年前の消費税は 3% よ。たった 3%。なぬなぬー。世の中で一番許せないものナンバーワンの税金名。消費税 3% なんて今に比べたらへのちょろ松じゃねえかよ。そう。自販機の缶ジュースは、どこの自販機でも100円って時代よ。得体の知れない自販機じゃなくても100円。自販機でしか見たことない謎ジュースだけじゃなく、たまに信じられない安さで売ってるジュースあるけど、あれってどこで誰が作ってんだろうな。わからないわ。それと一つ訂正しておくけど、タイムストリップじゃなくタイムスリップね。あっそ。話を戻しますわよ。1991年1月2日午後5時、佐賀県佐賀市の、旅館でとある会が開かれようとしていたの。お楽しみ会かな？この会は同窓会だったわ。およそ50名ほどが同窓会に出席するために集まっていた。12年ぶりに旧友たちが顔を合わせ、至るところで昔話に花を咲かせていたわ。いいな、楽しそうだな、知らんけど。今まで一度も同窓会に参加したことないけど。この同窓会を計画し、幹事を担当していたのは卒業生の一人だった、明石良二28歳よ。こんなにたくさんの人を呼ぶ同窓会をしようとしたら苦労しただろうな。幹事って大変そうだよ。いやご苦労様でした。でもみんな楽しそうだしやった甲斐があるよな。いいえ。明石の胸の内はそんなハッピーな感情なんて一切ないわよ。なんでだよバカ。昔話に花を咲かせてたんだろがい。明石は昔話を楽しむことなんかなかったわ。むしろ逆。昔話を忌み嫌っていたのよ。ほへ。一体どういうコツ？実は明石は、この同窓会である計画を実行しようとしていたのよ。マルチ商法勧誘はおやめくださいね。その計画のために明石は、長い年月をかけて相当な準備を進めていたわ。そしてこの日がとうとうその実行日だったのよ。なになに？すごく意味深な言い方なんすけど。明石の目的は同窓会を楽しむものではなかったわ。これは同窓会を舞台にした、大量殺人計画だったのよ。ガビビビーン、殺人計画？嘘でしょ？50人も？どうして明石がこんなに恐ろしい計画を立てたのか。それは12年前の出来事が関係しているわ。12年前？明石が中学生の頃のことよ。中学生でどしたどした？話聞こうか？それじゃあ、次は明石の過去を紹介していくわね。気になるな。お頼みします。明石という男。明石は、1964年に佐賀県で生を受けるの。中学校の英語教師の父親と、中学校の音楽と養護教諭をしている母親のもと、長男として育ったのよ。先生夫婦の子供か。さぞかししっかりした男の子なんだろうな。でも、家でも先生が二人いるのって気が休まらなさそうっすな。地元の小学校に進んだ明石は、同級生にどうしても馴染めず、両親は思い悩んだ末、小学校3年生の時に学区外の小学校に転校させたの。イリュージョン引きた転校。そして、中学もその学区のまま上峰村立上峰中学校へ進学することになったわ。
小学校の友達がそのまま中学校へ行くだろうし、それがいいよな。みんなで仲良く青春を謳歌してください。明石にとっては青春なんかじゃなかったわ。なぬ？この選択が明石を地獄へと突き落とすことになるなんて、この時は誰も思いもしなかったのよ。ええ？地獄に突き落とされるの？怖いよ。実は明石にとって、学区外の小学校へ転校してもそこが良い環境だったとは言えなかったのよ。そうなの？と言いますと？大きないじめではなかったけど、しばしばいじめられるようなことがあったの。ええ？大丈夫なのか？まあ多かれ少なかれそういうのはあるよな。それが中学校に入ってみると、いじめはさらにエスカレートしていったのよ。ええ？男子は中学生になると、成長期を迎え特に体格差が出てくるわ。そうなると小さい男子はいじめのターゲットになりやすい。明石は？マリサのお察しの通り、明石は体が小さかったのよ。そんな。しかも明石は勝ち気な性格だったことから、余計にいじめっ子がほっとかなかったわ。お父さんお母さんは先生だろ、相談したらいいじゃないか。明石は、両親に何度もこの状況を相談し、窮状を訴えていたのよ。うんうん。よかった。それで解決だな。残念なことに、両親は明石に全く取り合ってくれなかったの。なんでだよ。お前にも悪いところがあるからだろ。きちんと立ち向かえ。いやいやあんまりだぜ。先生が言うことじゃないだろ。こっちはいじめられてるのに悪いところがこっちにあるなんてねえよ。いじめてる奴が悪いよ。しかも明石の父親は同じ中学に勤める教師だったため、学校側の立場の考え方だったのかもしれない。学校側って？表面化させたくない。問題を大きくすると面倒になるみたいなことあるじゃない？ふざけんな父親、学校で生徒がいじめにあってますって言っても隠蔽すんのかよ。しかも我が子だぞ。なんだそれ、自分の立場を守んのかよ、ハゲが。子供がひどい目にあってるのを見て見ぬふりすんな。教師か知らんが頭大丈夫ですか？この時明石は絶望したでしょうね。一番の味方である両親が理解してくれないだなんてね。かわいそうすぎるよー。こんなことがあっていいのか？ちなみに、この時期は特に学校でのいじめが増加し始めた時期で社会問題にもなっていたのよ。いじめに流行る時期なんてあります？いじめ調査を行った文科省の結果は、1985年度の件数が飛び抜けて多いの。なんで？社会の情勢が影響しているのかしらね。テレビのニュースでは小中高生の、いじめを苦にした自殺の報道が相次いだわ。なんでなんでなんで？その頃からもうすぐ40年も経とうとしているのに、いじめはこの世からなくなっていない。子供たちの学校の世界だけではなく、モラハラ、カスハラ、パワハラも社会問題化してきてるわ。そんなパワハラなんかしないでパラパラ踊ってみんな仲良くしようよー。皮肉なものよね。時代はこんなに移り変わってるのに中身は何も変わらず、人も社会も変わらない。どうなる日本？実際のところ明石が、中学で受けていたいじめはそういう風潮が関係していたか定かではないけど、明石が当時受けていたいじめは壮絶なものだったわ。耳を塞ぎたくなるような内容だけど再発防止、風化防止の使命のためにもぜひとも心して聞いてほしいわ。端的に受けたいじめを羅列していくわ。ヘッドロックをかけられる。掃除用具入れに閉じ込められる。頭を殴られる。ドブ川の水を飲まされる。女子生徒の前で服を脱がされ裸にされる。暴行を強要する。サイ&テイだ。こんないじめをしたり、これを面白がる奴は人間じゃないぞ。言葉として聞くと、それほど強烈なことではないように感じるかもしれないけど、これらのことを毎日、学校に行くたびに受けているとしたらどんな気持ちになるかしら。辛すぎます。それ以外にも、プロレスごっこ中に椅子で殴られ、頭を何針も塗ったこともあったわ。純粋に暴行罪だろ。怪我までしてるじゃないかよ。さすがに親も黙ってないだろ。おそらく両親は動いていないと思うわ。どうかしてるぜ。親も人間の心、どこかに忘れてきてますよ。なんでこんなことされて、我慢しなきゃならないんだよ。おかしいだろうがよ。そうよね。こんなのどう考えてもおかしいわ。誰からも守られず、誰からも助けてもらえない。この状況は、明石の思春期の心の成長に弊害をもたらしたとしか考えられないわ。はい。そう思います。いつか復讐してやろうと考えると思います。ふわっふ、もしかして。事件の核心についてはこの後じっくり説明するわ。勇み足か物橋。いじめをした同級生はもちろん、教師や親へも鬱積した思いが積み重なり、やがてその思いは、いじめた者たちへの大きな憎悪となって明石の心を蝕んでいくの。あわわわわわわ。やばいんじゃない？大丈夫？中学を卒業しても、いじめた者への恨みは全く消えることはなく逆に大きくなったわ。そうなる気持ちもわからなくはないぜ。辛かったもんな。中学卒業後、明石は佐賀県立神崎農業高校に入学する。
どうか明石が少しでも穏やかな高校生活が送れますように。そうなれば、どれほど良かったか。はいはい、霊夢の嫌なストーリーテラーが出ましたよ。この高校に入ったのは、実は明石には大きな目的があったからなのよ。目的？文化祭でソーラン節やるのかな？明石は、この高校には食品科学科があり、化学製品を扱う勉強がしたかったの。はい、勉強熱心だな。意欲がすごい。いじめを跳ね返して研究者目指すのか。偉すぎー。いいえ、全く全然完璧に違うわ。はい、化学製品を扱う勉強、それはすべて同級生に復習するという計画の準備のためなのよ。ふっふっふ、復習ですって？復習計画を具体的に考え始めたのは18歳みたいだけど、心身に深い傷を負ったものは一生忘れないわ。忘れられないのよ。何かふとした瞬間にあの頃の記憶がフラッシュバックしてしまうわ。いじめていた人たちなんて思い出すことなんてないのにね。なんだか霊夢の怒りの炎が燃えている。明石は高校卒業後、熊本工業大学の応用微生物工学科に進学するのよ。今度は微生物の研究ですか。まさかとは思うけど、違うよね。明石の執念は相当のものだったわ。明石の生活のすべては復讐のためなのよ。わわわわわわわがびん。復讐したい気持ちは痛いほどわかるけどさ、それはやめておこうよ。何も生まないよ。その言葉はやっぱり他人だから言える綺麗事でしかないわ。本人からしたら、何も生まなくてもやり遂げることが使命となっているわ。でもさ、勉強して大学入ったんだから少しはキャンパスライフ楽しもうよ。勉強もすべては復讐のためよ。四六時中考えていたの。いつしか復讐は明石の夢となっていったのよ。ふぇん、それほど壮絶ないじめを受けた思いは、明石の心を支配していったんだな。明石は日々、人をどうやったら死に至らしめれるかという方法を考えるように。考えを巡らせた結果、化学毒素を使用することが最も最適だという結論に至ったわ。化学毒素って怖ー。相当考え抜いたんだろうな。そのために大学卒業後は福岡の大成食品に就職。その後は埼玉県の会社にも転職しているの。よかった。ちゃんと就職して働いたんだな。もう結婚とかして幸せな家庭築いてください。そうなると思う？思いません。まさかとは思いますが。そのまさかよ。いずれの会社も化学試薬を扱う会社だったの。うわわ。明石の用意周到に計画することと、勉強熱心さには頭が下がります。すべては目的達成のため、大学、就職もすべて復讐のためよ。生活の何もかもを復讐に費やしたわ。すごい執念だ。勤務先の会社で明石は化学薬品を入手するため、ある資格を勉強して取得している。危険物取扱者講習の免許よ。欠物物で鳥取お使いの免許？そんな不潔な状態で鳥取へお使いに行く用事なんてないわ。危険物取扱者講習よ。すべての危険物が取り扱える最上位の資格でなかなか取れないわ。ごいごいすー。通過聞くの怖いんだけど、それを取って何するつもりなんだ？その目的は、爆薬を融合するためなのよ。次元爆弾の製造をしようとしていたみたいだわ。復讐のレベルを超えてるような気がします。それ以外にも毒入り飲料の外観変化など、念入りに実験を行っていたの。実験結果はすべて残し、保存していたわ。熱心、実に熱心。明石の準備はこんなものではないわ。なんですと？万が一、毒物や爆弾で目的を果たせなかった場合も明石は想定して動いていたの。念入りっす。もしも腕力で叶わなかった場合はどうすべきか。だったらもう諦めようぜ。腕力に関係なくあやめることができるものは何か。そのためにはやはり、武器が必要だと考えたのよ。ふわっふ。銃があれば復讐ができる。モデルガンを改造して憎い奴らを個別に訪問して56層。そう考えて東京都内の古道具屋をしらみつぶしに探し歩き、改造可能なモデルガンをついに見つけるの。見つけちゃった。金属加工の業者に頼んで部品を作ってもらい、モデルガン改造のための技術アドバイスも受けたわ。そこまでしますか。明石にとっては、機械加工は唯一の楽しみでもあったのよ。楽しみがあったんだな。楽しいことがあったならよかったけども。好きこそものの上手なれだわ。明石の好きなことだからこそ、多くの時間を費やして突き詰めたのね。なぬ？モデルガンから本当の銃を作ることなんて、安易なことではないわよ。時間も労力もかけて、多くの知識ももちろん必要だったはずだわ。好きなことだったからこそ、その努力を惜しまず年月をかけて綿密な計画を立てられたと思うのよ。皮肉なもんだな。なんてこったい。皮肉なことは続くものよね。なになに？ブラック霊夢さん降臨ですか？大量殺人計画を実行するには資金も必要よ。
明石は生活を切り詰めて貯金をしていたわ。堅実、実直、律儀。ところが、その貯金が必要ないくらい軍資金ががっぽり手に入る出来事があったの。何？教えて教えて、どうやって手に入れたの？明石はオートバイ事故で怪我をしたため、慰謝料としてまとまったお金が、思いがけず、手に入ってしまったのよ。その手があったか。降格降下、資金不足で決行できなかったあの計画がとうとう実行に移される時が来たの。ギーエー、嫌だな怖いな。実行に使う機材、化学毒素は大体揃い、実験も概ね済み、いよいよ準備万端となった。準備できちゃったのー。そして、ついにとんでもないものまで完成させてしまったわ。こわこわこわ。長い年月をかけて得した知識で、一度に大量の人を殺害できてしまう爆発物を作り上げたの。どっや、爆発物。明石は過去を復讐の糧にして、生活を犠牲にして、今まで生きてきたのよ。その明石の野望は、ようやくゴールへあと一歩というところまで来ていたのよ。やめてー、お願い引き返してー。同窓会の準備。具体的に復讐計画を考え始めて約10年。満を持して計画を実行に移す時が来たわ。わわわ、ダメだって、思い直せよ。明石は1990年夏頃から準備を始めるわ。準備って？一体何するの？まずアンケートハガキを作り、できるだけ多くの人が集まれる人場所を調べたのよ。すごいな、用意周到だ。こんなもんで驚いてはいけないわよ。連絡が遅くなった人には、ハガキを速達で発送したり、返事のない人には直接電話をかけてまで、確認するほどの念の入れようだったの。おお？純粋に漢字だとしたら優秀。明石の慎重かつ、完璧な調査で1991年のお正月に日程は決定したの。しかも50人という、大人数の同級生と教師が集まることになったわ。正月から50人。明石の努力は素晴らしい効果があったわね。こんなに集まっちゃったらやばいっすよ。恐ろしい未来が待ってる。次は同窓会の会場になる場所を考えたわ。もうやめませんか？なんとか考え直していただいてですね。まず何よりも明石の希望は、飲食物が自由に持ち込めるところよ。へえ、一応聞いておきます。なぜですか？もちろん飲食物に毒物を仕込みたかったからよ。ですよねー。引き返そうよ。人生無駄にしちゃダメだよー。後の調べで押収されたのは、ヒ素入りのビール21本だったのよ。21本も。しかも味ですぐに気づかれないように、わざわざ珍しい東欧産のビールを買い、バレないように栓を開けて、わずかコップ1杯で致死量となるほどのヒ素を混入させたの。用意周到すぎるだろ。同窓会で東欧産のビール普通飲まないぞ。それにバレないように栓を開けて、またつけるってかなり難しいと思うのよ。そんなことに労力費やしてさ、もっと他にやることあるだろ？いいえ。明石にはそれしかないのよ。そのためだけに生きてるんだからね。そんな、準備はこれだけじゃないわ。もう一つの準備は、爆弾よ。爆、大和田爆で許してください。塩素酸カリウムとアルミニウム粉末を混ぜた火薬に、ガソリンを可燃物にした爆弾を作り、それにタイマーと電池、豆電球で作成した、次元発火装置がついたものだったの。すっげえ大掛かりな代物じゃねえか。その頭脳を別のことに使ってほしいよ。一説によるとこの爆弾は、一度に数十人を丸焼する威力を持っていたらしいわ。うっわー、とんでもねえもの作ってやがる。爆弾は木箱に入れ、ヒ素入りビールと共にワゴン車に積み込み、12月28日に生きようようと佐賀県の実家に帰るの。お母さんもまさか息子がこんなことを考えて帰省したとは思いもよらないだろうな。いいえ。この時明石のお母さんは、何かわからないけど違和感は感じていたの。なぬ？もしかして救世主現る？だけど、その違和感が何なのかははっきりとは分かってなかったわ。お願いします、お母様。どうか、どうかお助けください。息子さんを大量殺人犯にしないで。明石は、12月31日に大晦日の会場となった旅館に用意した、ヒ素入りビールを運び込んだ。そして着々と進んでいく計画に明石は、高揚していたのかもしれないわ。ええ？もしくは、大それたことをしているのでは、と後悔の気持ちも芽生えていたのかもしれない。ええ？なんで？なんでそう思うんだ？もしかして計画をストップさせた？多くの人を死に至らしめるためのヒ素入りビールを運び込んで実家に戻った明石の様子が、いつもと違うこと、何かがおかしいと母親は胸騒ぎがしたのよ。グッジョブ母さん。母親の最初の違和感は、明石の帰省した時の異様な荷物の多さだったわ。さすが母親だな。そんなところまで気づいてみてたのか。そして胸騒ぎが確信へと変わったのは、明石のその荷物を調べたからなのよ。ガビビビーン。
明石の荷物から出てきたのは、ハードボイルド風の文章の恐るべき殺人計画書だったの。自分自身を許すことができないのか。いや違う。私を虐待し、虫けらのように扱った愚者どもが許せないのだ。私は奴らをこの世から消滅させ、私自身も消滅する。決行の時は来た。私が彼らに死を与えるために計画した同窓会。その場で、私の永遠の夢だった私自身の憧れを実現し、私をいたぶった奴らへ、死という名の制裁を与える。刻一刻とその瞬間は近づいてきた。私は今、胸の高鳴りを抑えながら、細かく周到に準備を続けている。やっぱり、胸の高鳴りが抑えきれず高揚していたんだな。何年もかけて準備した復讐計画だもんな。狂ってるけど気持ちは理解できる。でもその変化に、いち早く母親は気づいたわ。本当に母親ってすげえな。この式のような計画書に驚き、母親は1月1日の午前1時に警察に届けるの。一体どうなっちゃうの？続きが気になりすぎる。明石の犯行発覚。母親からの情報をもとに旅館を捜索した警察は、明石が運び込んだばかりの、ヒ素入りビールを発見し、すべて押収したわ。グッジョブ警察。そして1月2日の朝には明石の身柄を拘束するわ。グッジョブ警察、パート2。よかったー。明石を捕まえたら安心だ。明石を取り調べた結果、旅館に持ち込み宴会場に仕掛けるための爆弾が、自宅に止めてあるワゴン車にまだあることを警察は突き止めたのよ。グッジョブ、グッジョブー、ナイスすぎるぜ警察ー。これで事なきを得ることができた。よかったー。マリサ、安心するのはまだ早いわよ。安心できないの？なんだよ、何々。ワゴン車にある爆弾を押収に向かったその時、ちょうど同窓会が盛り上がる頃だったのよ。明石の計画では同窓会当日に宴会場にあらかじめ爆弾を設置し、盛り上がるであろう時刻に、たくさんの人を巻き添えに、爆発する設定になっているはずだったの。まさか。あろうことか、警察官が押収しようとした時刻がまさにその時刻だったのよ。わわわわわー、みんな逃げてー。ところが残念なことに、悲劇は起きてしまったわ。木箱が大音量の爆発音とともに大爆発、3人の捜査員が爆発に巻き込まれ、不幸なことに、警察官は3人とも重軽傷を負ってしまったのよ。うわぁ、ひどいことになってないといいな。お怪我を大事にしてください。それにしても同窓会で万が一作動してたら、とんでもないことだったよな。きちんと作動していたらと考えるとこ、そうよね。頭のいい明石は努力を怠らなかった。それだけ精密に爆弾を作っていたのね。その強い執念が他に向いてくれればよかったのにな。ちなみに警察は、楽しい同窓会に水を差さぬように事前にきちんと安全チェックをして、確認が済んでいたため、同級生たちには何も知らせなかったのよ。警察ってそんなこと配慮してくれんの？警察の見方が変わるんだわさ。だから1月2日午後5時頃には、予定通り同窓会は開催されていたのよ。そうなの？当日、漢字である明石が来ていないことをどうしたのか？という声は上がったものの、急用でもできたのだろうと、それ以上気に留める者はいなかったそうよ。それもそれで切ないな。こんなにたくさんの人たちを集めてくれた漢字を気にしないなんて。この時、明石をいじめてた人がどれだけそのことに思いを巡らしたのかしらね。明石の積年の恨みがこもった復讐となるはずの同窓会は、たくさんの人たちが楽しい時間を過ごし、同級生たちにとっては大成功で幕を閉じたのよ。大成功なのかな？この夜まではね。はい、ブラックレイム、気持ちいいくらいベスポジで出てくるねー。同窓会翌日に報道で事件のことを知った同級生たちは、一様にショックを隠しきれなかったわ。そりゃそうだよな。数時間前に楽しくおしゃべりしてた同窓会で、まさか、命を落とす可能性があったなんて思いもしないことだったからな。しかも、これだけ明石は10年以上も恨みを募らしていたにもかかわらず、その中には、いじめは知らない。いじめはなかったと思う。いじめの記憶はない。など、いじめの存在に気がついていなかったという人たちも少なくなかったのよ。マジかよ。っていうかいじめてる側は遊びの延長だと思ってるからな。なんだか悲しいよ。いじめる側の認識の低さもさることながら、集団で学校生活を共にしていたものの、関心の低さも垣間見れる発言だったわ。そして何より、いじめられる側の傷の深さと、いじめる側の感覚が比例しないことが如実に現れててショックを受けるわね。覚えてないってことが明石にとっては何よりも耐え難い苦痛なんじゃないかな？いじめ問題は現代でも根深い問題よね。社会問題として社会で一丸となって、
解決していくしか、他に解決法はないんじゃないかしら。いじめ、かっこ悪いよ。判決。1992年1月23日、佐賀地裁は明石に対し、懲役6年を言い渡した。これって殺人は計画したけど犯してないだろ？警察官を負傷させてしまったけど、一体何の罪に問われることになるんすか？それよね。現住建造物等放火予備、殺人予備の罪となるわね。予備？犯罪を犯す目的で予備行為をする犯罪よ。爆弾で放火する犯罪と、殺人をしようとしたことには変わりはないから、その予備行為ということになるわね。ほうほう。なるへそ。もしも明石の計画通りにことが進んでいたら、多くの同級生たちが被害に遭ったかもしれない。そうだよな、そうなんだよ。母親の通報で発覚したんだもんな。そしてもし、爆弾が会場で爆発していたなら、同級生たちだけの被害では済まなかったわよ。確かにそうだよ、大惨事になっていたかもしれないよ。そうなれば、明石は大事件の容疑者となっていたに違いないじゃない？それは間違いないよな。お母さんの予知能力みたいなものがたくさんの人と、もちろん息子も助けたのね。だけど、元はといえば、明石が壮絶ないじめを受けていた中学時代に、もっときちんと両親が対処していれば、明石はこんなことを計画しなかったし、もっといえば、明石の人間性も変わっていたかもしれないんだぜ。確かにそうね。それは間違いないわ。明石を救ったみたいにお母さんが言われることが納得できねえぞ。明石を救うべきは今じゃねえんだよ。もっともっと昔にやるべきだったんだ。一番苦しい時に世間体を気にしてんのか何なのか知らんすけど、教師という立場でありながら、その立場を守るために我が子を守らないっつうのは、どうにもこうにも腑に落ちないんだぜ。マリサの言う通りだわ。職業柄なのか体裁とか気にする大人がいるけどさ、子供が困っているのに、手を差し伸べない選択肢なんてないだろ。一択しかねえんだよ。親は何があっても、一番に子供の味方でないとならないんだ。そうだわ。その通りよね。あの時に両親は判断を誤ったとしか言えないわね。明石は、6年の刑期を終えてもまだ生きていかなきゃならない。明石は、歳を取ってからの人生に夢も希望も持てなかったと式に残してるわ。希望が持てない状況を作ったのは、中学生時代に自分の心を56して生きてきたことにあるんだ。明石の心を56した人物は、いじめてきた奴らももちろんだけど、両親にも絶対、一旦はあるんだからな、プンプンだ。今日はマリサ、やけに説得力が増してるわ。その通りすぎて首がもげそうだわ。生きているのが苦しいと、あえで生きてきた証のことを。その懺悔として、これからお母さんは証をしっかり支えていってもらいたいな。そうね。あの頃に戻ってやり直すことはできないけど、あわよくば罪を償って、人生をもう一度やり直すべく、証の生きたいように自由に、人生を謳歌してくれるようにと願わずにはいられないわね。そうだぞ、証はしっかりやりすぎたんだ。勉強して準備して、たくさんのタスクを、今まできっちりこなしすぎたんだ。もっとチャランポランでいいんだぞ。え？もっといい加減でいいんだ。人生生きてるだけで丸儲けなんだからさ。え？だからさ、楽に生きようぜ。楽にさ、生きしてるだけでいいからさ。楽して儲けるために投資しませんか？私に投資すれば絶対儲かるからさ。黙って聞いてたら、怪しいマルチ商法の手法じゃないのよ。ぐひゃっきゃぶへっこくへー。ごまかし方がキモ？ということで今回は同窓会大量マルジン未遂事件について紹介したよ。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。